こんばんは。文化人法則局スタッフ T です。いつも文化人法則局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時45分のニュースをお届けします。本日は、本日の22時の Twitter 探偵団を長尾さんご復帰くださいます。その都合上、今日は通常通り送らせていただきたいと思います。まずはサッカー関連、ロシア関連、米国関連、そして日本の中の関連などご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を。 同んな情報もありよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もオリールが厳しくなっている図工場、イングを使わせていただきます。何ご了承ください。それでは早速コンビニに参りましょう。まずは海外ニュースはざっと紹介させていただきたいと思いますが、まずは昨日、日本、サッカー日本代表がドイツに勝利しましたよね。歴史的大勝利という風な。 ことが言われていますが、こういうことがあったんですよね。人種差別問題に積極的だったドイツ、試合より政治に集中し、日本に衝撃的な敗北。TGP、ドイツファン、彼ら戦う前に負けていた。試合よりも政治に集中したというふうなことが言われているようですね。はい、ワーールドドカップのドイツチームは 日本との試合の前に、ワンラブ、差別撤廃ワンショーの着用禁止を告げられ、口を追って写真を撮り、自分たちのオタク度を証明しようとしたというふうに言われているようですね。はい。まあ、このようなことから、あー政治にこだわって、ドイさん負けたというふうなことが言われているようです。で、こちら、カルタさんですが、政治よりサッカーに集中しろ終わった国。結局、これ。 カタールの人権問題への抗議は本末転倒多様性はどこへまたスタジアム建設で数千人が過酷な労働で死亡といわれるが建設を請け負ったのは一帯一路でも問題を起こしているシナの建設会社とデベロッパー過酷な労働の責任は中国共産党にあるというふうに裏側を語っておられますね。 でこちら。ドイツ代表のツイッターへの返信。試合のおかげで30人のゲストを招いたパーティーで私はテレビを壊しました。妻は泣いている子供たちを連れて行き、ホテルで1週間過ごすと言いました。このチームは私の人生とパーティーを台無しにしました。というふうに翻訳されてらっしゃいますね。で、こちらですね。FIFA、汚れ一つないワールドカップ。日本代表の控え室を称賛というふうなことが言われていて。こちら。 イーロン・マスク氏が報告サッカーワールド杯で記録的ツイート数大盤狂わせに世界熱狂1秒期に2万投稿というふうなことも言われていますねでこちらここからロシア関連になります欧州議会ロシアをテロ支援国家に指定というふうな新たなニュースが出てきていてこちらロシア攻撃はエネルギーテロ国連安保理でゼレンスキー氏が非難というふうなことも言われています こちら、ロシア軍に著しい砲弾不足、アメリカ国防長官という風な話。そして、ウクライナ4原発で外部電源喪失、ロシアの攻撃で放射線量は正常という風に言われています。こちらも危険ですね。次にこちらですが、ロシアミサイル、ポーランドに着弾と報じた記者を解雇、AP 通信、言語道断の誤報という風に言われていまして、本当確かに、もしこれが、 なんか変な日金にならなくて本当に良かったなというふうに思いますよねこちらロシア同盟国がプーチン氏に反発首脳会議の署名宣言署名を拒否というふうに言われていますロシア主導の軍事同盟集団安全保障条約機構 CSTO の首脳会議が23日開かれ議長国アルメニアのパシニャン 首相が宣言への署名を拒否する異例の事態となった隣国アゼルバイジャンとの紛争への CSTO の対応に不満があるためだがウクレナ侵攻に苦戦するロシアの影響力低下も背景にあるというふうに言われていますねここも動きがありますねこちらここからツイッター関連になりますがイーロン・マスク氏がツイッターユーザーにアンケートツイッターは法律違反や悪質なスパムに関与していないことを条件に 停止中のアカウントに恩赦を与えるべきでしょうかネットの反応、日本の罪民の訴えが届いたのかなお願いします。というふうに言われています。こちら、イーロン・マスク氏、あれでツイッターって今頃はもう死んでるとかなんとか言ってなかったっけここはあの世かなというふうなことをおっしゃったようです。ネットの反応、煽る煽る、朝日系マストドンガーというふうに言われていますね。煽ってらっしゃいますね。聞いてき、き、ね、強い。 強烈な一撃を放ってらっていらしゃいますよねでこちら Twitter 社員の大量解雇の原因が判明してしまうネットの反応ポリコレが救ってた感じがよく伝わってくる意識高い系左翼の巣窟って感じだな前の経営者も手放したくて仕方なかったんだろうなというふうに言われていましてこのように動画ですねはいいろんなシーンが映っておりますでこちらイーロン・マスク氏 Twitter 本社のクローゼットでステイウォークですかね ステイ・ WOKE とプリントされた大量の左翼運動 T シャツを発見する。マスク氏わらわらとなっていますね。ネトの反応お花畑の意識高い系でいようってことですね。というふうに言われていまして。こちら、左翼のいわゆる覚醒運動、覚醒主義というふうに原のタイムスさんが紹介されていらっしゃいますね。へえーという感じですね。で、こちら。 さんですねマスク氏がツイッターの凍結アカウント解除についてアンケート開始というふうに言われていまして先ほど紹介させていただいた分ですねそう、メイさんがあ言論活動を開始されましたよね、再開されました。つや 2020年の大統領選挙の時によく拝見させていただきまして勉強させていただいたんですがこのあるサイトの方でご自身のサイトの方で言論活動発信っていうのを開始されてますのでぜひこちらのメイさんのサイトも注目していただけたらと思いますねでこちら某日本メディア8ドルで買えるツイッター認証マークが悪用イーロン・マスク買収後高まる不信感ネット聞いてる聞いてるってことは正解ってことかというふうに言われていましてあイらがこんなような記事を出されていたようですね ね、こちら、トランプ大統領、最高裁を恥を知れ、2020年の、2020年の不正選挙には目をつぶり、前任に不利な判決を下す、ハンターを取り締まれ、というふうに言われていまして、最高裁、トランプ氏の納税記録の開示判決というふうなことが言われていまして、本当米国もかなり深刻な状態ですね。こちら、アメリカ保守系シンクタンク、ブラック・ライブズ・マット また団体への議会調査を要請というふうなことが出てきていたりこちら欧州議会サイトにサイバー攻撃新ロシア派が犯行声明欧州議会議長というふうなことも言われていますこちらも芽生さんの記事ですね台湾侵略が四国と世界に及ぼす非軍事的影響についてアメリカ CSIS の分析日本に直接影響がありますというふうにおっしゃっています これは人民解放軍が台湾侵略をしたらどうなるのかというゲームの動画ですが、こうなりませんようにというふうに言われて動画を紹介されていますが、ねこのように、四国が台湾侵略を開始したらどうのような影響があるのか、進行前、進行開始、進行後の予想と、フェーズ1、四国が台湾侵略に具体的な動きを見せたときだと書かれていて、開始後と言われていたり、 このようにい書かれれておられますね、はい、ご興味のある方ぜひこちらご覧いただけたらと思いますねあ結論読んでいきましょうか C 国が台湾海峡を越えて侵略を開始した場合四国は大惨事になるだろう世界経済にも多大な影響を与えるでしょう米国にとって重大な戦略的課題は北京が積極的に台湾への攻撃を考えないようにすることですこれが CSIS による C 国のの台湾侵略における経済的な影響の見解です日本にとって重要なことは CCP が台湾侵略を始めれば日本も同時に積みますのでそれを未然に防ぐために米国とともに暴力を高めそもそも侵略をしようとする決断を習近平氏にさせない、させない、させない、させなせ、あ、させないですね、させないことですとそのために日本の憲法改正、軍事力強化は必須ですというふうに言われていますね。はいこれ興味深い えー、ページとなっております、ね、ぜひこちらのメイさんの記事ご覧いただけたらと思いますね。でこちら島田有志さんですが「信頼性ある形でアメリカの核の傘に入りたい」というなら日本もアラスカやハワイと同様米国の一種になるしかない私は日本は独立国であるべきだと思うので独自核抑止力の保有を主張している政界やマスコミ学会でいまだに許されない話らしいかというふうにおっしゃっていますね。 こちら、大統領時代のオバマ氏、ストレス解消法は強い酒、マティーニとタバコだったという、成人ブラス解雇力に書いているのは偉い、毎朝月曜から木曜日、ホワイトハウス3階のジムで運動もしていた、家にジムがある、ある身ではないがこ、こちらは見習いたいということで、そうですね、私も見習いたいなと思いますね。はい、ここまで米国関連になりますが、皆さんどうでしょうか、かなり、 米国もも混乱していいいいるようでですすがぜひ皆様のごご意見などもコメント欄たただけたら幸いでございますここから日本関連で安倍元首相関連になります高田淳さんのツイッターです。だんまりのマスコミ木馬たちも私たちの科学調査レポートを注視しています。間違いなし、警察もマスコミも無視できなくなっていますというふうにおっしゃっていて。またこちら、皆さん、情報を知らせてください。山上の2階の空砲後に薬莢は見つかっていますか からの薬莢を使用した可能性もありますというように提示しておられてこちら山上空砲パイプの構造を想像するとパイプの底に充填する火薬の保持のためにプラスチックの蓋をしていた火薬燃焼の高圧ガスで白煙とともに吹き飛んだというふうに想像しておられるというふうに書かれていますね で、こちら、高田純さんですが、情報ありました。NHK スペシャル7.22。目撃者、すごい音だった。破片、プラスチックみたいなものが飛んできた。プラスチックの筒つつか何かというふうに、えー、報じられていたようですねで。その記事がこちらかと思います。7月22日ですねで。この中で書かれている部分、ちょっとチェックしておきましょう。ここです。目撃者、すごい音だった。 破片、プラスチックみたいなもの,ものが飛んできた。プラスチックの筒か何かというふうに書かれていますね。NHK の記事になりますが。はい。まあ、このようにいろんな分析をされていますが、真相は本当にまだまだ分からない部分がありまして、で単独反節、複数反節、いろんな説があるかと思うんですが、皆さんはいかがでしょうかぜひ皆様のご意見などありましたら、コメント欄にいただけたら幸いでございます。で、こちら、ここから野党関連になりますが、